コンポポー綿毛です。今日は私の島モフケ島が完成したということで、動画でモフケ島の紹介をしていきたいと思います。この島は生放送で視聴者さんにアドバイスをもらいながら作ったり、いろいろ思い出がある島となっております。動画の最後には夢番地も載せるので、よろしければ最後までご覧ください。普段から生放送で島クリをしたり、夢訪問のね動画もアップしたりしているので、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。それでは早速モフケ島の紹介をしていきたいと思います。まずこの島のテーマなんですけど、統一感というのをテーマにしてみました。結局ね、最後完成してみたらそこまで統一感ないんですけど、意識したことは、色をね、茶色と緑をね、なるべく多めに使って、統一感があるように、見せてみました。あるかわかんないけど、そんな感じで、テーマはそんなぐらいです。私の好きなものを作りました。で、案内所の左側に行くと、夢見でね、使えるね、写真とか撮るときに使える、タピオカとかね、ステッキとかいろいろ置いてあるので、よかったらね、こちら使って、写真を撮ってね、夢レポなんかを SNS に上げてもらえると嬉しいです。それではね、どこから紹介していこうかな。で、まず飛行場から行きたいと思います。こちらが飛行場です。私の島、めちゃくちゃね、案内所と飛行所が近いんですけど、それがね、すごく、苦戦して、何を作ろうって思って、作ったのが、郵便局になります。こちらです。こんな感じでね、斜め撮りで写真を撮ることができます。素敵なマイデザをね、お借りして、郵便局の、棚みたいなマイデザがすごく可愛くて、可愛い郵便局ができました。で、こんな感じで中世の街並みをね、多めに並べているので、ちょっとね、走ったりするとラグが出ちゃうんですけど、夢見に来た際はね、ゆっくり歩いて見て回ってもらえると嬉しいです。で、右の方に行くと、こういう風にね、ちょっとしたカフェがあったりします。ここもね、写真撮ると結構いい感じで気に入ってます。で、夜になって暗くならないようにガーデンライトを置いたり街灯を置いたりして、ちょっとね、夜でもいい感じになるように、ところどころね、明かりを置いてます。で、ここの下、ちょっとしたちっちゃい海岸なんですけど、こちらね、サブ住民さんのお家があります。こちらの家は南国チックなね、感じで作りました。よかったら夢見で行ってみてください。で、こっちに進んでいくと、こちらね、縦長の川があるんですけど、海とつながってるんですけど、こんな感じで写真を撮るとお城みたいな感じになってます。で、左右ね、対称になるように作ったんですけど、とね、こちらのね、街灯、端に置いてある街灯なんですけど、ここにね、街灯を置いた方が、隅から隅までね、なんかこう写真を撮った時に端と端全体がいい感じに見えるよっていうアドバイスをもらったので、最初置いてなかったんですけど、ここの私が今立ってるところにも街灯を置いてみました。そしたらね、本当にすごく夜写真撮った時とかいい感じになって、すごくアドバイス助かりました。こんな感じでどんどんサクサク紹介していきます。こちらに行くとね、キッチンカーがあります。海沿いのね、なんかカフェスペースっていうイメージで作りました。ちょっとうずめちゃんがやばい格好してた。で、ここまっすぐ行くとパーゴラの道があって、ここはね、
なんかちょっとお店屋さんがある道っていう感じなんですけど、中世の街並みでね囲われてて街っぽさを出しました。こういう風に野菜がねお買い物できたりとか、お花屋さんがあったりとか、あとねここも視聴者さんのねアドバイスで作った、靴磨き屋さんになってます。小人のね靴磨き屋さん、可愛くてお気に入りです。こちら上に行くと、ここら辺はね住宅街になってます。ここにペータ君のお家があったり、こっちはねラムネちゃんのお家があったりします。住民さんのお家もすべてリフォームしてるので、よかったらね見てみてください。でここの下に行くと、ここにもね住民さんのお家があります。お城のちょうど裏側になります。こちらはねお花屋さんをイメージして作ったお家になります。占い部屋とかもあるのでね、よかったらこちらも見てみてください。でこちら左に行くと、川沿いのねなんか音楽が聴けるちょっとした、食事スペースみたいなとこがあります。でここはベーグルちゃんのお家なので、ね、パン屋さんをイメージして作ったので、こういう感じでパン屋さんっぽい装飾を少ししてみました。でここ階段登るとちょっとしたねこの高台からこういう感じでお茶できるスポットをね作りました。夜になるとねここの手前の街灯が光って綺麗なのがお気に入りです。で暗くならないようにここもねグランドライトを置いています。で戻ってきて、こちらに行くと、こちらもね左右住宅街となっております。こんな感じで、じゃあ一軒だけちょっと紹介しようかな。ここちゃちゃまるくんのお家ですね。料理作ってたでこんな感じで住民さんのねお家もリフォームをしています。そのね住民さんのキャラに合った感じのイメージで、住民さんのお家は作っているので、他のね住民さんのお家ももし空いてたら見てみてください。一旦飛行場前に戻ってきました。続いてはね左側を紹介していきたいと思います。左側なんですけど、左側はねちょっとキャンプサイトがあったり植物園があったりして、ちょっと森っぽい感じを意識して作りました。こちらはちょっとねまだ案内所の近くなので街っぽいんですけど、ここはちょっとした高台の噴水広場的なものがあったりして、こっちのね左の方に行くとキャンプサイトがあります。こんな感じでちょっとね可愛い感じで作ってみました。うさぎのねガーデンオブジェを置いたり風船を置いたりして、ちょっとメルヘンな感じにしてます。でここね写真撮ると後ろの方にねキッズテントが映るようになっていて、こう写真撮った時もね後ろの背景もいい感じになるように作りました。でここのね川もね、私川作りがすごく苦手なんですけど、視聴者さんがねすごくアドバイスをくれて、すごく、川作り助かりました。ありがとうございます。でこちらに行くとちょっとモリモリっぽい道があって、こういう感じでね埴輪置いてあったりして可愛い感じにしてます。でこの森を抜けると、以前ね動画でも紹介したことあるんですけど、畑になってます。こんな感じでねちょっと天気があれなんですけど、こう写真を撮った時に
よく見える感じで作った畑となっております。住民さんの家もあるんですけど、後ろにね、風車があったりとかサイロがあったり、木の配置とかもね、写真を撮った時にいい感じに見えるようにね、作ったのがポイントです。畑の周りもね、ウサギを置いたりとかスコップを置いたり、いろいろ装飾してます。じゃあここの住民さんのお家一部屋だけ紹介したいと思います。ここの部屋は野菜カフェをね、意識して作りました。目の前が畑なのでね、そういうイメージで作りました。野菜のバスケットが置いてあったり、トマトジュースが置いてあったり、ここにね、置いてあるテーブルの上の料理も野菜のスープにして野菜カフェっていう感じで作りました。裏側もね、こう絵を飾ってたりして装飾しています。で、他の部屋もあるんですけど、他の部屋はね、よかったら夢見で見てみてください。で、お家を出て次は左に行ってみます。左に行くと博物館があるんですけど、ここが受付になってます。で、博物館の前をね、植物園っぽくしたくて、こんな感じでちょっとね、パーゴラを置いたりとか、食材大こんにゃくを置いたりして植物園っぽさを出してみました。滝をね、作ったりとか、こんな感じで温室棚を置いてみたり、ここもね、結構お気に入りです。結構ね、遺跡のアーチがね、いい感じに博物館とあって、たくさん置いてみました。で、続いては、右に行くと、海賊エリアがあります。ここはね、なんかちょっとしたね、レストランっぽい雰囲気をイメージして作ったんですけど、夜になるとね、いい感じになるようにキャンドルをね、置いたり、ここにね、ランタンをね、たくさん置いたりしています。ここにね、座って写真撮るといい感じになるように作りました。こんな感じで、で、この後ろが常吉ビーチなんですけど、常吉が来てる時にね、このお城の門から常吉の船がちょっと見える感じがね、いい感じで気に入ってます。こんな感じで常吉ビーチに合わせて作った場所っていう感じになってます。西部の街並みをね、結構たくさん使いました。夜になるとね、ここの下のランタンも光って綺麗です。こんな感じで、で、右の方に行くと橋があるんですけど、こういう感じで登れます。で、ここで降りてこっち側に行くと、ここが写真スポットになります。こんな感じでね、写真を撮ることができます。で、ここね、最初ちょっと違ったんですけど、視聴者さんのアドバイスで三日月チェアを置いてみました。で、ここね、3人とかできたら2人下に座ってもらって、三日月チェアの上に座ってもらって、で、1人がね、ここに座ってっていう感じで写真撮ることもできて、お気に入りの場所になってます。で、バブルマシンをね、たくさん置いて、ちょっとメルヘンな雰囲気にしてみました。で、こっちの右の方に行くと、ちょっとしたね、かわいい、こちらもメルヘンっぽいスペースを作ってみました。こんな感じでかわいいね、お菓子とかウェディングケーキを置いてね、ちょっとかわいい雰囲気にしてみました。で、右の方に行くと、工事現場がね、あります。ここ採掘場になるんですけど、採掘場に合わせて周りを工事現場にしたっていう感じですね。と
いうことで一通りね、なんとなく島を回って紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。動画内ではね、紹介しきれなかった場所もあるので、よかったらね、夢訪問に行って見てみてください。こちらモフゲ島の夢番地となっております。それではね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。おつぽぽです。バイバーイ。